俺の看板 AWM。はい、どうも、これです。今回ですね、新しく PC の方アップデート来ましたんで、ちょっといろいろまとめていこうかなというふうに思います。と言っても、今回のアップデート要素は、マジで見るべき要素がないっていうね、改変も特にあるわけではなくて、本当に何も見る要素がないんだよな。例えばそのエイムアシスト変わったっていうのをまとめたと思うんですが、PC の方では、こうやってね、エイムアシストの設定がそもそもないんだよな。エイムアシストないんで、スマホに来ないとわかんないっていうね、何もわからないっていう風に、現状になってますね。で、画像にあった改変とかは別になんかね、見るほどじゃないからな。変わったってことがわかればいいだけの要素なんで、わざわざ見に行く必要もなくっていう具合ですし、マジで見るものがない。本当に。一応その分割が新しくね、実装されて、こんな感じ。今画面に出している5つのスキンの方ですね。うち2つは同じスキンなんですけれど、が新しくその分割できるようになったっていう風になってます。この中でも一番でかいのは、スクミズの分割ですよね。はい。これが地味に、でかい要素なのかなと思いますね。はい。ちょっとスクミズの分割見に行こう。どんな感じなのかね。ありましたね。これ。単純にこれあれなんだ。服と顔で分割できるようになったんだ。今までその、一体型だったんですけれど、変えれるようになってますね。これ結構でかいんじゃない？スクール水着使いたかった人にとっては、こういう分割できるようになったのは、ね、かなりいいと思いますね。男バージョンどんな感じ？男どこで分割なの？あ、なるほどね。そこなんだ。ってことはさ、男はその、どんなスキンも上乱にできるってことは、でもそれはもともとできるか。こういう見た目も一応できるっていう風にね、なってるみたいです。ここで分割するんだって感じですけど。いいんじゃないですか。ね。割となんか使いやすくなりましたよね。あとこの桜祭りのスキンの方も新しくね、分割可能になってますね。このスキン。尻尾外して使ったりとか、このふんどし下着にするとか、そういうことができるようになりましたね。これも地味にでかい要素なのかなという風に思いますね。尻尾だけ、違うスキンに使っていろいろするとか、そういうこともできるんで、めちゃくちゃ邪魔ですけれど、このふわふわ具合いいですからね。ですので、そこら辺でなんかカスタムで遊べるようになるっていう風になってますね。今回でかい要素は服の改変が一番でかいかな。こういう分割の追加、一番大きいのかなという風に思います。はい、ということで今回も皆さんのゲームを遊び方にしていこうかなという風に思います。で、こちらですね、進化させた武器を退化させて、金属とか室スキルって来ないですかねと。来ないでしょう。それできたら何でもありになっちゃうんで、難しいんじゃないですかね。で、次ですね、国がゲームとかのコンテンツを規制するメリットってあると思うと、基本的にはないっすよ。中国とかね、ゲームとか、かつては成長産業だったんですけれど、規制してからは、ちょっと微妙かなって感じ。悪くはないけれど、みたいな感じですよね。自由な思想が育ってもらうと、中国国内では困るみたいなんで、一応社会主義、共産主義の国で、習近平がトップにいて、そこを力で押さえつけるっていうね。そんな感じの形態になっているんで、中心に対しての疑問みたいなのが湧いたらね、困るから、そういう、あまりにも自由な表現がしやすいゲームってのは規制していくっていう、基本的にそんな流れですよね。で、次ですね、素朴な疑問なんですけれど、空爆っていりますかと。荒野の空爆ってさ、避けないといけないみたいな、そういうのないですもんね、まず。PUBG とかやったら、結構避けんと厳しいんだよな。ね、空爆の縁が出たら、家の中入って避けるとかしないと、結構な確率で当たったりとか、車がその中心で狙われて、車で通りすがろうとすると、ほぼ死ぬみたいな感じなんで、そっちはそのお邪魔要素としてね、結構必要というか、戦略の幅が広がる要素なんでいいんですけれど、こういうコードの場合はほぼ当たらんもんね。ほぼ当たらないし、のくせにたまーに当たってうざいなって時があるんで、想定されないものをね、想定して動かないといけないって結構めんどくさいから、当たるようにするか消すかっていうのはね、どっちかにしてほしいなってのは思う時ありますけれど、あってもいいし、なくてもいいしって感じかな。で、次ですね、ランドでクイーン自滅でランキング入りしてる奴らどれだけ必死なんと思った後、でも今回のイベントの仕組みで言うと、それするのが一番ランクインしやすいもんね。で、それの繰り返しだったらさ、マクロ組んだらクリアできそうだもんな。ランキングイベント、自動放置でランクインできるんだったら、やったろうみたいな人はたまに出てくるんじゃねえかな。仕組みやったら、やる人が出てくるのは、しゃあないっちゃしゃあないかなと思うわ。で、次ですね。日本郵便勢としては、エイムアシストマジでありがたいと。どういう改善なのかわかんないけどね。どういう、何に対しての改善なのかっていう。アシストが強くなるとかやったら、いいんでしょうけれど。単純にその、効かない場面で行くようになるとかやったら、微妙な場合もあるんで。どっちにしろPC のアップデートでは、アシストがどう変わるかってのは検証しようがないから。PC はアシストほぼないからね。スマートフォンアップデートに行きたいかな。アシストを仮に PC で分かったところで、やっぱスマートフォンと、パソコンではね、使用感がだいぶ違うから、どっちにしろ何もわかんねえよなっていう。で、次ですね、マーキングスコープって誰が使ってるんと。あれ、使う意味ないよな、マジで。拾う意味もないしな、使う意味もない。容量ゼロだったら、持つかもしれないけれど、使わんしな、って思って。で、マジで意味のないアイテムだよね。あれを使わないといけない理由がないからさ、使わないといけない理由をその、用意しといてほしいなと思うね。あれを除いたら、敵がその、いた場合、そのマーカーが出るとか、目視では見えないけれど、実はいますみたいな場所も、あれがあることに
によって分かりやすくなりますよとか言ったら、キルムーブしたい人にとってはさ、めっちゃいいアイテムじゃん。まあ、そういうあれがあれば、ワンチャンなんか買って使うとか、拾って使うとかね、するかもしれないんですけれど、あとなんか例えばサーモスコープとかね、そんな感じの機能があれば使うかもしれませんけれど、いや、打てないハチスコってハチスコの劣化やもんな。まあ、8なのか16なのか知りませんけれど、どちらにしろさ、もう劣化じゃん。うん、まあ、あんま、荒野行動で8と16の違いそんなにないからさ、なんか、ね、あいつの役割が欲しいっすよね。現状は全くなんか、ないんで。で、次ですね。プロフィールのいいね機能いらなくないですか？返すの面倒ですと。まあ、自分は返したことないですけれど。一回も返したことないですけれど。まあ、いらないといえば、いらないし、ね、あってもなくてもいい要素かなとは思いますよ。まあ、運営側の目線で言うと、一応あった方がね、そうやって返さないといけないって思う人がいるから、必要なんじゃないですか？はい。まあ、ユーザーをゲームに縛り付ける要素ですよね。そういうのって。人と人で無理やりね、縛り付けてもらって、運営側がいろいろしなくても、返さないといけないって思う人がいる以上は、使える要素やなっていうふうに判断するのかもしれないですね。まあ、これでゲームが楽しければね、まあ、いい要素って言えるんですが、ゲームがその充実してなくて、こんなんばっかり持ってきてるんだったら、それはどうなんだろうなと思いますけれど。で、次ですね。通常入り込む価値は作っていいと思うと、ね、そういう価値、そういう要素あっていいと思うよね。自分なんか例えばね、キルカウンター、ね、何キルごとに報酬ありますとか、順位ここまで、ここ以内に入ったら報酬ありますとか、やればいいのにな、みたいな。現状なんか、やり込み要素ないし、それに付随した報酬もないし、感じ？まあ、あるっちゃあるけど、一応ね、ランクの方、上位の方まで上げれば、なんか、豪華のエフェクトとかもらえますけれど、まあ、報酬足りえてないよね。誰もあれを報酬と思ってないじゃん。ね、やった分と、実際のその報酬が、全く噛み合ってないからね。そこら辺考えると、どうなんだろうなっていう。常設でなんかそういうなんか、ね、達成感のある上手い要素ってないもんね。達成感とさ、報酬が乖離してるんだよ。何かをした達成感の先に報酬があるってのが一番いいじゃん。違うんだよな。こういう行動の一番の報酬が得られる場所っていうのは入り口なんだよな。出口には報酬ないっていう。だったら入り口だけ入って、そのまま退店する人ばっかりになっちゃうよね。やっぱ一番いいのは、入り口入店してから、ちゃんと中でいろいろ買ってもらって、出口のお会計でもなんかいろいろもらえる方がいいじゃないですか。こういう行動は入れるだけ入れて、ね、そこから帰る人が一番その得するっていう方式になっちゃってるんで。まあ、それはね、なんか、どうなんでしょうね、みたいな感じだよね。で、次ですね。いろんなゲームあるけれど、荒野は通常に報酬がないことが問題だよなと。うん、本当になんか、そこが問題っすよね。なんか、そこになんで報酬つけないんだろうって俺思うんだよ。本当に。よくわかんないんだよね。なんでその回らない方向でやっちゃうんだろうみたいな、こういうことに対しては本当に思うんで。なんか、本当によくわかんないよね。この設計だとさ、長くプレイしようっていう風にならんくないみたいな、思うんだよな。何を目的としてそういう風な設計にしちゃってるのかっていうのが、本当にわからない。で、次ですね。試合に出た報酬で回せるガチャがあってもいいですよね、と。てかまあ、普通に銀貨ガチャの中身めっちゃ良くすればいいんですよ。だって銀貨って、能動的に増やせないやん。ダイヤと違って。ダイヤはその金券を消費することによって変換できますけれど、銀貨はそういうことできなくて。まあ、能動的に作ろうとすると、まあ、試合をこなすか、その体験を交換かぶせて銀貨にするかしかないんですよ。で、体験もやっぱ限りがあるし、そんなポン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 作れる存在じゃないし。まあ、単発もね、結構高いから意外と銀貨たくさん消費しますからね。たくさん回そうとすると意外と銀貨ガチャって回せないんですけれど。で、銀貨ガチャの中身普通に良くすればさ、全然変わるのになぁと思うんですよ。銀貨って今、まだいいバランスなんですよ。配ることにおいては。ねえ、なんか、そっちで調整すればいいのになってのは、マジで思うんだけれど、やらないんだよね。